始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく番組です。今回の企業はアサヒビールさんです。個人的にスマドリの CM が大好きで、飲める方にも飲めない方にも非常に優しいアサヒビールさんだなという印象なんですが、今日はどんなお話伺えるんでしょうか。早速ご紹介いたしましょう。アサヒビールから村瀬さん、そして大橋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、では早速なんですが、お一人ずつ自己紹介していただきたいと思います。では大橋さんからお願いします。はい、アサヒビール株式会社人事総務部の大橋しおりと申します。本日よろしくお願いいたします。お願いいたします。村瀬さん、ではお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。アサヒビール人事総務部の村瀬と言います。新卒採用を担当させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではここからはさらにいろいろと深掘って聞いてまいりましょう。今回のトークテーマはこちらです。5つの質問ご用意いたしましたので、順番に村瀬さん、大橋さんに伺っていきます。では早速1つ目の質問まいりましょう。こちら、話題性のある商品を生み出し続けられるのはなぜですか、ということで、生ジョッキ缶非常に話題になりましたよね。話題性のある商品、どのようにして生み出しているのか、ぜひ教えてください。はい、じゃあちょっとこちら私からなんですけれども、はい、今話題に出していただいた生ジョッキ缶というところになるんですけども、こちら生まれたきっかけっていうところがまず、はい、そもそもこう何もないところからボンっていう風に生まれたわけではなくて、もともとその泡が出てしまうっていう、その、ちょっと課題としてあったものっていうのと、あとは艦隊っていうところ、その技術とか悩みっていうところの組み合わせっていうところでできたものになります。でそのきっかけっていうのが、お客様からのやっぱりお家でもお店で飲むような生ビールが飲みたいっていう、その声にお応えして、ちょっとそちらのご意見というところと、私たちが持つ技術っていうところの組み合わせでできた商品なので、この、はい、クエスチョン1の生み出し続けられるのはなぜっていうところで、一番私がこう大きいなって思うのは、お客様の声をこうしっかりと受け止めるというか、お客様を真ん中に据えてものづくりをするっていうところが一番大きなところかなと思っています。じゃあ結構新商品とかって、はい、お客様の声から生まれたものが、はい、ほとんどっていうイメージですかね。あ、そうですね、ちょっと今そちらのお客様を真ん中にっていうところを、特にこの、何年かっていうところで大きく進めていまして、はい、そちらの、この会社の方針でもありますし、もともとあったその挑戦と革新っていう、私どものそのスピリッツというか、その DNA っていうところが非常に大きくこう寄与してるかなとは思っています。はい、じゃあ結構社内では活発にお客様のこんな声形にできないかなとかって、結構活発に日々議論されてる感じですか。そうですね、活発に議論しています。でそれがこう先ほどバリューチェーンのお話あったかと思うんですけども、はいはい、まず作って届けて売るっていうその流れの中で、そう部門ごとにこう独立しているのではなくて、部門がこう連携しながら、研究と生産が連携するだったりとか、あとは生産と営業が連携するだったりとか、各部門の連携があって、お客様の声をもらってそれを形にしていくっていう、その流れができているかなというふうに思っています。だからこそこうスピード感を持って、そうですね、開発にも結びつく、はい、そうですね、ちょっと私どもが作るものはこう一部のところに売るものではなくて、日本全国にお届けするっていうところが大きいので、かなりダイナミックなこう仕事になってくるんですけども、そこも各部署がスピード感を持って連携することで日本全国にお届けできてるというふうに思っています。なるほど、はい、譲れない、じゃあこう商品の開発にあたって譲れないこだわりみたいなものって何ですか。はい、こだわりっていうのはちょっと先ほどもとも重複するかもしれないんですけども、やっぱりこの近年こう最近で言うと、お客様を真ん中に据えるっていうところが一番大きなところかなと思います。
この一人よがりでこう作りたいものを作るっていうところではなくて、この市場が先ほど話し合ったように縮小していく中で、お客様と一緒にこう、うんうん、社会でこうなんていうんですかね、お酒を楽しんでいくっていうところがありますので、お客様の真ん中に据えるっていうところが一番大きなところかなと思います。その真ん中にいるお客さん、はい、やっぱりこうお酒に対する価値観とか思考が本当に多様化していて、はいはい、それこそいろんな方にこう寄り添う商品、はい、今後ますます求められるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりいかがですか。はい、そう思います。一昨日ですかね、発表がありましたドライアサヒスーパードライのドライクリスタルっていう商品も、今まではスーパードライ 5% の美味しいビールを楽しんでいただいた方プラス、次出てくるそのドライクリスタルは 3.5% のビールになりますので、またこの 5% を楽しんでいただいてたお客様にプラスして、ちょっと飲みにくいなというふうに思っていたお客様にもこうビールを楽しんでいただく、あとはその場を楽しんでいただくっていうところも含めて、いろんなお客様にお届けできたらなというふうに思っています。スマドリがこう生まれた背景とかもそういったことですか。そうですね、はい、先ほどの説明にもあったかと思うんですけども、うん、はい、もうみんな飲み友っていうところがやはり大きなこう何ですかね、きっかけといいますか、私たちがこう目指したい世界というのが、やっぱりお酒が飲める人だけに向けてこう作る世界ではなくて、飲めない人も飲める人もみんなが楽しめる世界っていうのを目指しているので、そこはやっぱり私どものこう大きな考えになっています、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、ではですね、続いての質問に参りましょう。続いてこちらです。営業職が担うものって何でしょうかということで、続いてはお仕事について伺っていきたいなと思います。これはどうでしょうか。営業職といってもこう複数枝分かれしていると思うんですが、それも踏まえてぜひ教えてください。そうですね、じゃあこちら私から、はいはい、そうですね、我々の営業は先ほどのバリューチェーンの中のやっぱ最終ランナーということで、直接消費者の方々と、やり取りをさせていただいて、はい、より我々の商品を魅力に感じていただき、手に取っていただき、最後は楽しく飲んでいただいていくというところが営業の、役割なんですけれども、一つ我々がこう掲げている営業職の魅力は、